どうも、イチョウです。まずは続きやっていきたいと思います。前回はですね、ベニトラさん離脱ですね。はい、いや、これかなり痛いんですよね。戦力的にも、だいぶ痛いんだけど、まあこの中でやっていくしかないということでやっていこうと思います。もう一回山目指していけばいいのかな。まあちょっとわからないんだけど、まあ行ってみましょう。これパンくず使えばまたあの小屋のとこ行けんじゃないの？あれ？行けない。行けませんね。はい、わかりました。じゃあしょうがないね。もう一回歩いていこうか。これなかなか大変だぞ。はい、もう一回行きます。まあでも傷薬をまあ無料でいくらでももらえるから、まあ、なんとかなればいいなって感じですけどね。なかなかならないかな、どうかな、わかんないけど、もう一回行ってみよう。 OK、 ナイス。よし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 。いやー、ほんと、ベニトラさんのね、離脱がね、痛いっすよ、これ。もう、どうなんだろう。この3人で行っちゃうのかな？どうなのかな？しばらく、またこの3人で、ね、行くっていう感じなるのかな？最後まで行くのか？それとも、もうね、どうなのかな？もう一回ベニトラさんの復帰があるのか？まあ、ちょっとわからんけども。まあ、その時を楽しみにしておこうか。何覚えたんだろう。ちょっとよくわかんねえっすな。何覚えたのか、もうちょっとそろそろ覚えきれなくなってきたっていう感じなんでね。ちょっとわかんないっすね。まあ。このまま行こうか、じゃあ。よし。どっちどう進めばいいんだったっけ？わかんなくなっちゃったね。 スターマン。デスバーボットを挟んでのまたスターマン。いや、藤君もうちょっと攻撃力上がってくれればいいんだけどな。結局これ、あれですよね。主人公頼みっていうか、そういう感じですよね。ちょっと主人公にかかる負荷がね、大きいんですよ。デバフ、バフデバフ打って、さらになんかこうね、打撃でね、ダメージソースとしても頑張ってもらわないと困るっていうか。まあちょっとやることいっぱいありすぎですよね。逆に藤君とかって何できるんだろう。こいつなんかできんのかな。どうなんだろうね。そのなんかよくわからんアイテムとかもあるよね。全然使えないやつ。デスビームとかさ。あれ、藤君使えねえのかな。 OK、 使えねえのかね、これ。これいっぱい持ってるんだけど、使えねえのかな？バトル中とかに。どうなのかね？さあ行こうか。ちょっと一発試しで撃ってみるけども、どうなんでしょう？うわー、やばい！くそー。はい、どうだ？おお、強いじゃん。なになになに？こういうことできるんじゃない？ できるんじゃないの？なになになに？これ、どうなんだろう？限りあんのかな？デスビーム何発撃ったらなくなっちゃうとか、使えなくなっちゃう。またそこ行くもんな、これ。オッケー。
もうね、守備が、防御が弱いよな。だけど、このたんびにさ、このたんびにまた、あれだよね。なんていうの？バフか。なんだっけ？ディフェンスアップ。ディフェンスアップ、そうそう、名前出てこなかったけど、ディフェンスアップ、そのたんびに使ってたんじゃ、ちょっとね、PP なくなっちゃうしな。OK。まあまあまあ、強いんじゃない？ S ビーム。それでもない、そうでもないか。通常攻撃よりはまあ、いいですよね。藤くん。うん。とりあえずあの小屋のところまで行こう。小屋のところ。この辺じゃなかったっけ？あれ？あれ？小屋のところ。あれ？ほんと奥だったっけ？あ、この辺、あった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 。すぐ忘れちゃうから、ほんと。よしよしよし、ちょっとここでじゃあ。休ませてもらって OK よしで傷薬もらえるだけもらっていこうか。ちょっと A ボタン連打でねこれアルトないでまた全然違うからさ OK でパンどうしよう。パンくずこっから巻いていくか。 OKOKパンくず巻いていって、まあ、いざとなったらまた戻ってこれるようにしとこう。あ、もう無理？あ、オッケーオッケー。よし、行こう。よし、じゃあここでパンくず。はい。よし、行くぞ。行きまーす。ムーク。はい。こいつは大したことないんじゃない？多分。デスビーム。富士ビーム。富士くんビーム。王林がね、どうしようかなって感じだよな。まあ、防御だな、やっぱり。基本。よし、ナイス。これ、レベル上がったところで、じゃあ、デスビーム。どうなんだろう、強くなるのかなっていうところだけど、あーこれはちょっとダメ。逃げる。ダメでした。あ、オッケーオッケー、ナイス。あの爆発が厄介だからね、こいつ。来た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 。ガードデスビーム身構えている。よしよし、いいね。壊れちゃったよ。やっぱり限りあるのか。まあ、まあまあまあ、当たり前っちゃ当たり前だよな。まあ、なんとなくそうなんじゃないかっていう気はしてたけども、ちょっとでも壊れるの早いかなっていう感じがしないでもないぞ、これ。ガード。OK、ナイス。あ、藤くんも結構食らうな、これ。結構食らう。もうガードガードだな、これ。あー、もう倒せないよね、これね。しょうがね。でも、これが一番いいかもしれん。もう主人公の一人舞台って感じで。うん。完全に主人公の一人舞台。OK。まあこっちの方いいかもしれませんね、これね。まあ主人公だけやっぱ飛び抜けて強いから。くそー、なかなかの変化率だぞこれ。オッケー、ナイス。 PK フリーズやばい。よーし、耐えた。オッケー。ちょっと
洞窟に入るまでは傷の薬使わないで粘っていきたい。うわ、これはまずいぞ。これはまずい。まずいっすよ。しょうがねえ。ディフェンスアップ使うか。ディフェンスアップ、オッケー。まあ、ディフェンスアップさえ使えば、あ、それでもうこれだけ食らっちゃうもんね。だからガードしてなかったら多分14とか、まあ、倍ぐらいは見た方がいいよね。ディフェンスアップしての防御でこれだけだもんな。しかも結構な割合でスマッシュが飛んでくるしね。うわー、倒しきれないか。うわー、またよりによってそこ行くもんな、本当に。遅い。スマッシュ出るのが遅いよ。くそー。サイパーはストーンもね、いまいちあと何回使えるのかちょっとよくわからないよね。オッケー、ナイス。よしよし。あ、でも生き返してから倒したいところだったけど、くそー、厳しい。よし、行くぞ。いやー、かなり厳しいね。うわ、これだけの敵の包囲網をかいくぐって、これだけのエンカウントの嵐をかいくぐってまだ上まで登っていくっていう、これ大変だぞ、これ。OK、ナイス。まだ回復しない。頑張る。傷、あ、間違えた間違えた。オートやっちゃった。オッケー。洞窟行くまでちょっと傷薬温存。洞窟の中、まあちょっとまた日数空いたけど、洞窟の中はまだね、道多分覚えてるとは思う。多分。よし、こっから行くぞ。こっから行きます。 OK。 はい、よし、行くぞ。行くぞの矢先ですぐ出るっていう、あー、これ厄介。逃げる。やーべー、こういうさ、なんていうの、全体攻撃がね、こっちも欲しいんだよな。こっちはなんかその、今の何、ファイアベータみたいな感じだけど、こっちはね、その なんだろう、フリーズベータだっけ、使っても全体にならなかったしな。いまいちよくわからないんですよね。あれは敵だけのあれなのかな、設定というか技なのかな。全体あれずるいよな。こっちも欲しいか、僕がいまいち把握してないだけなのか、ちょっと見てみるけども、そう、 PK フリーズベータ、これ全体じゃないんですよ。ほら、ターゲティングできるから、ってことは全体じゃない。ちょっといまいちよくわかんないっすよね。 PK ビームベータもそうだよね。3だ。ほら、やっぱりそうだ。いまいちよくわかんないっすね。まあ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 、しょうがないっすね。このまま行くしかない。オッケー。うわー、きついねー。
藤くんのね、よだめ、よだめじゃない、ひだめ。うわ、しかもこれ、すぐまた敵が出る。倒しきれいったんで。うーわー、これ、ひでえ、ほんとに、この、即死。問答無用だもんな、これ。問答無用の即死。これはひどい。さあ行くぞ。サイパーはストーンいっぱい持ってきてるから、なんとかそれで乗り切りたい。頑張れ、頑張れ自分。過去にはクリスタルタワーも攻略したから、大丈夫、いけるはず。オッケー。クリスタルタワーに比べればこんなもん大したことねえぞと思ってやっていきたいっすね。 FF3 のクリスタルタワーね。よし、ちょルートわかんなくなっちゃったけど、忘れちゃったけど、ルートこっちじゃない気がするな。即死くんだよ。いやーこれね、ベニトラさん一発で落とせてたから楽だったんだけど、やっぱね、主人公一撃で落とせるぐらいだったら、まあ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 って感じだよね。一撃で落とせるようになりたいけど、まあ一体だったらなんとか。もう絶対ね、主人公攻撃した後にブルースターマンの攻撃が来るから、これさ、立て続けに藤くん続いていけるようだったらいいんだけど。 OK。 うーわ、このエンカウント、いや、きつい、マジきつい。よーし、ナイス。あら、それでも73しか効かない。 OK。よし、もう行こう。どんどん行こう。あれ、またここだ。またここ？こっちか？どうだったっけな？道順忘れちったよな。道順忘れちゃったけど、でも、あ、取ってない宝箱ある。これちょっともらっていこうか。 OK、 ナイス。よし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 、いいぞ。倒しきってくれ。即死じゃなければ大丈夫。 OK。 何覚えてるんだ。何、もう何を覚えてるか全然わからんのよ。何覚えた？ PK ビームかな、新しいやつ。ちょっとわかんないですね。よし、行くぞ。うわー、このエンカウント、うわ、きついよ。もう一歩二歩歩いたら敵が出てくるから。よし、一歩二歩の世界。くっそ、きつい。わー、3体マジか。3体はきついぞこれ。あー、やっぱ全体じゃないよね。ちょっとはからんな。全体攻撃のやっぱ滑ってないのかな。どうなんだろうね。あ、これは即死だ。これはありがてえな。効くのか。これ連打してもいいんじゃないか。ダメか。 PP すげえ勢いで減ってくか、これやっちゃうと。スマッシュで倒せないときのこのなんか残念な感じ。オッケー。
と待って、傷薬ね、すごいスピードでなくなっていくのよ。あ、デスビームもう一個持ってるわ。こっちは藤君にも出せようか。デスビーム、あ、ちょ、食べるじゃんって、やめてください。やめてくださいって出たもんだ、こりゃ。はい、デスビームを渡す。藤。よし、行くぞ。これ何？飛び切りのフライパン。あー、これ、持っとけってことだ。ね、回収しとけってことだったんだよな、これな。おそらく藤くんの武器もあるんじゃねえの、これ。ないかな。よし、行くぞ。何がどう上がったのかわかんないけど。あー、ブレインガー。これはもう逃げる。はい。ディフェンスダウン？知らねえよ。そのうち逃げるから。逃げろ。ダメ。オッケー。危ねえ。危ない。いや、どっか藤くんのさ、武器あんのかな？これ、殴ったらどんぐらい食らうかね。うわぁ、即死。これはひでえ。くっそー。オッケー。そう、全体攻撃の術欲しいよな。殴ってみ、降り殴ってみ、効かない。2回連続効かなかったよね。たまたまかこれ。苦しいね。ライフアップ使えない。ベータはいけんじゃない。オッケー。よし。サイパーはストーン使わせようか、これ。もう、ここで使わせることになるとはって感じだけど。でも、あれだよね。スーパーヒーリングだっけ、あれ使えるぐらいの PP は常に保っておきたい。うわぁ！ただの石ころになっちゃったー。しょうがねえか。しょうがねえよな、こればっかりは。長えな、おい。ブルースターマン、ちょっと、殴ってみ？殴ったらどんだけ食らうの？勝てえな、おい。いや、全然だな。全然だな、おい。なんかその魔力的な感じのさ、魔法がより強くなったっていう感じの、いわゆるその魔力武器的な感じなのかな、これって。フライパンって。あー、やべえ、即死きた。誰？うわー。最悪。くっそー。もうね、主人公がね、落ちたらダメよ、これ。あ、違う。うわー、PP 使った、あ、いや、使ったことになってんな。いやー、ほんとこれさ、主人公がね、落ちたら、ダメよ、これ。積んじゃうよ、これ。よし。いきます。いやー、サイパーワーストーンもっと持ってくれよかったかな。あー、早い。マジかよ。やべえ、もっと持ってくれよかったな。これサイパーワーストーンも限りあるから、早くちょっとここ抜けないとまずいぞ。早く抜けないとまずい。よし。確かこっちだと思ったよ。確か。来てるよね、ここね。
きます。バットで殴る、サイコシールド、 OK、 もう勝手にやっとけって感じ。その辺は勝手にやっとけって感じだよな。よし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 、へい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 、確かここだと思ったよ。よし、よーし、抜けた抜けた抜けた。基本的にまた上上っていう感じで行っていいのかな。うわうわうわ、やばいの来たよこれ、やばいの来たよ。ちょっと待って、ディフェンスアップ、サイコシールド、パワーシールド、サイコシールド、これでどうだ。デスビーム、藤くんビーム、どうだろう、これで少しは戦えるかな。オッケー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 、大丈夫大丈夫。あー、基本的にでも魔法の方多いのかな。オッケー、まあ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 戦えるんじゃない。あー、やばい、ガードしちゃった、間違えた間違えた、やべ、落ち着け落ち着け落ち着け、俺、いや、これはちょっと強い、くわ、危機的状態に陥った。なるほど、もうだいぶ瀕死状態まで持ってっちゃうのなこいつは。よし、あ、まだガードしちゃった、デスビーム使うはずが。うわー、オリン遅いからな、動きが、やばい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 、ちょっとやばいぞ、逃げろ。よしよし、うわー、いやー、主人公に来んなよ。うー、あ、耐えた。よしよしよし、危な。これさ、敵強いよ、これ。敵強くね？こんなんでやっていけんのか、これ。くそー。サイパワーストーンもさ、ちょっと節約していかないとダメだから。お前ここにもいんのかよ、どこにでもいるやつだなお前。わあ、またこのね、全体攻撃これずるいっすよね。こっち全体攻撃する術がないもんな。うん、ちょっとずるいよな。なんかあれだよね、こっちの HP とさ、火ダメの数っていうか数字がちょっと変っていうか合わないっていうか、これ今現在 HP が大体こんぐらいなもんなんだけど、もうダメージが30いくらとか40いくらとか食らうわけよ。これおかしいだろうっていう。あ、来た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 。こいつは根っからの物理キャラだと思いたい。そう。なんかね、パワーシールドってこれ何なんだろうとか。で、見るか。HP に対してこの相手のこの火ダメ、相手からもらう火ダメのビーム打ってきやがった。 PP が足りない、なんかね、なんか合わないっていうか、 2,3 発攻撃もらっちゃうともう死んじゃうわけよ。藤くんもこれあと2発食らうとさ、死んじゃうわけよ。ちょっとあんまりじゃないこれ。中ボス程度ぐらいだったらわかるけども、この辺
雑魚敵よ。道中よ、まだまだ道中。あれ、あの山小屋ってさ、どこでしたっけ。あったあったあった、これだ。ここで一回休めないかな。この間見て、うわ、グリズリー、こいつこいつこそ物理キャラでしょ。あれ違う違う、ディフェンスダウンじゃない、ディフェンスアップ。こいつ魔法使ってこないでしょよ、所詮ただのクマだから。うわ、マジかよマジかよ、嘘だろ。ディフェンスアップ使ってガードして何もかかわらず、その上からこのダメージ。いやくそ、倒しきるしかね。ダメだ、勝てこれ。そのうちやられるな。オフェンスアップだ、オフェンスアップ。食らう。うーわうーわ、ちょっと待てちょっと待て、マジかよ、最悪だこれ、最悪だ。っていうか鬼畜だこれ、マジかよ。